みなさんこんにちは。こんにちは。横浜サファリです。今日はですね、ちょっと見ている皆さん、横浜サファリチャンネルを普段ご覧くださっている皆さんにはおなじみの顔かもしれないんですが、あの雪氷サファリツアーに一緒に来てくれたお二人と雪氷ツアーを振り返りつつ、今後もしかしたらインド行ってみたいな、ヒマラヤ行ってみたいな、トラ探しにジャングル行ってみたいなっていう皆さんに役立つチャンネルになったらいいなということで、うちらが振り返りながら、これあったらよかったよねとか、食べ物こうだったよねとか、トイレこうだったよねとか、いろいろ話していきたいなと思っています。でただお話ししていてもつまらないのでですね、今回はなんとあの動画の中でも多分出てたんですけど、あやかさんがインドのラダックの街でですね、あの現地スパイスを購入していました、その時に。でその実際の現地のスパイスを使ってインドカレーを作ってみよう、そしてそれを食べながら語らい合おうという会になっております。で会場はですね、こちらあやかさんのお姉ちゃんのお家にお邪魔しております。すいません、なんかこんなお状態でお邪魔して。でもちろん私たちの大師匠であるバルーンにもズームでつないで、バルーン のアドバイスをいただきながら、現地のリアルカリーを日本で再現していこうと思います。バルーン、バルーン。 OK, so today we making chicken masala curry with this that she bought, and then the spinach paneer curry, the one with the cottage cheese. You can just give us maybe tips. What you do is you get ready all with all your onions and tomatoes and stuff, right? Thank you so much. It's quite impressive. You remember all this recipe in your head. I will. みんながカットしてくれてる間にちょっとスパイスをやっていきたいと思います。マイルドカリーパウダー、それはつまりどれってこと？最初から、え、あ、そういう時にバルーンに聞かないといけないのまだそこなのって思われそうだけど、 Is this one that says like a garam masala? So this one means one tablespoon. Thank you, バルーン。解決です。こういう感じで送ってくれたのでティースプーンの数が分かりました。よし、希望が見えてきました。私たちにかすりメチをティースプーンしたいと思います。すごいいい匂い。めっちゃいい匂い。ガランマサラを1テーブルスプーン、あ、ティースプーン入れます。できた。いい感じです。もうなんか細そうです。スパイス混ぜ合わせただけで自信が湧いてきましたよ。これなんだっけ名前、あやかさん。ブラウンカルダモンとグリーンカルダモン。グリーンカルダモン潰しました。チキンに玉ねぎ入れます。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ここの中か、ここの外かってことだよね。でもさ、さっきもさ、このすり切りでやったからさ、だからそれと全部合わせよう。So if you are having a, you know, similar portion to the recipe, then that means I should double the amount you said. すごいいいポイントにうちは気づきました、はい、ダブルです、全部。素晴らしい。肝心なスパイスを入れていきたいと思います。なんかすごい弱い。トマトピューレお願いします。はい、多めな4テーブルスプーンを入れてみました。そう、で、これが1個 240g。 なもん、1インチ調べてみる、鶏ガラ 4.8 だから、まあ 5さじぐらい。そうか、はいよ。どれどれ、色はすごいね。はぁ、おいしい、おいしい。トマトの甘みが効いてておいしい、おいしい、めっちゃおいしいです。あ、おいしい。すごい。チキンと、完成です。イエーイ。あとは食べる、食べ、あとはもうおいしく食べよう。まーす。え、おいしそうじゃない。完成しました。イエーイ。何時間かかった。でも5時ぐらいスタート。時間くらいけど、多分慣れたら割とすぐできることに気づきました。皆さんの助けのもと無事完成しました。素晴らしい。では食べてみましょう。いただきます。え、結構同じ味。うん、再現度高い。匂いも、え、再現度高くない。美味しい。やっぱ本場のスパイスだから。スパイスで作ったカレーって感じです。あやかさんとあやかさんのお姉様が作ってくださったカレーをいきたいと思います。スピナッチパニエルカリーです。うん、あ、
おしゃれ。うん、そこフレッシュ。美味しい。超美味しい。これインドで食べたっけ？朝でしたやつ、うん。インドはこのカッテージチーズ、が豆腐みたいに四角い角切りのやつが入ってたんだけど、これ準備できなかったから。インドで食べたよりも美味しくない？うん、そんな気がする。大成功です。ゆかんサファリ。では食べ終わったところなんですが、本当はなんか食べながら食べながら撮りましょうって言ってたんですけど、うん、ちょっとがっつきすぎて。基本的に喋ることを忘れ食べ終わってしまったので食べ終わった状態なんですが、あの、まあ、ヒマラヤツアーインドツアーを振り返っていきたいなと思います。このツアーのきっかけを皆さんにも共有したいんですけど、いつもアフリカに住んでる、なんで急にインドでツアーって思った方もいるかもしれないんですけど、私がアフリカで訓練学校を通っていたというか、まあ、住み込みでやっていた時の同期の仲間に一人インド人の人がいて、で彼はインドでトランガイル保護区で働いてたんですけど、さらにあのスキルアップしたいということでインドからアフリカに修行に来ていて、で訓練学校にいたので同期で一緒に訓練を受けてた、まあ、1年間一緒に戦った同士なのですごく仲良くなってて、で、まあ、いつか一緒にインドでもツアーできたらいいねってその時になんとなく夢を語っていて、でまあいろいろとご縁があって、じゃあ今年あのそれを叶えようということで、バルーンっていう名前のインド人のガイドなんですけど、そのバルーンと一緒にこのインドツアーを実現できたという感じでして、でそのバルーンと一緒にやろうってなんかいろいろ何がいいかなって考えていた中で、まあもともと私はいつか野生の雪氷を見てみたいなっていう野望があって、まあ本当に見る日が正直来るとは思ってなかったかもしれないんですけど、まあ、バルーンがやるんだったら叶えられることなので、実はずっと雪を見たかったっていう話をして、じゃあまあヒマラヤに雪を見に行こうっていうのと、トラを見に行くっていうので、今回ツアーを組み、そこに参加してくれて、まあ今回試験的なツアーだったので、あの、まあ友達のもともとサバンナサリツアーに参加してくれたあゆかさんと、野宿ツアーに参加してくれたケイジさんが、あの、このインドツアーに来てくれて、まずどんな感じの世界観かを一緒に体験してくれたというのが背景です。それを踏まえて試験的なツアーだったからこそ、皆さんが来る時にはもっと役立ちそうなこともシェアできたらなとは思っているので、ちょっと振り返っていこうかなという感じなんですが、まあ、もちろんユキヒョウと出会った時はものすごい、なんか出会い方も良かったですね。こう待っていて、そしたら反対側に出たぞと、他の動物見てたら出たぞみたいな感じで、急げそっち行く、移動するぞみたいな、ガチャガチャガチャみたいな、移動してバーって見たり見るみたいな、なんか出会うまでのストーリーもすごい良かったのかな、ユキヒョウはっていうのが一つと、基本的にあれだよね、普通にサファリ、アフリカだとサファリカーに乗ってその動物を探しに行って車から見てみたいな感じのサファリなんだけど、このインドのヒマラヤのユキヒョウサファリはなんかもう待つことがメインみたいなところあるよね、結構、うん、基本待つゲームなんですよ、もうユキヒョウは。なのでそこにいたっていう目撃情報があったらそこに行くんですよ、まず。で行くけど、何せあのヒマラヤの鉱山を結構見上げる感じで、あそこにいたらしいみたいなのを望遠レンズで見ながらみたいな感じで、運が良かったら下に降りてきて近くで見えることもあれば、すごい距離で見るけど、それもやっぱり運と時間どれぐらい待てるか次第。やっぱ待ってると見えるところに出てきたりとかするんですけど、それがまあやっぱ、まあ、2時間待つこともあれば4時間待つこともあるという感じで、1日待つこともあるみたいな感じで、なんか基本自分が動いて探すっていうアフリカのサファリと、このヒマラヤの待つゲームのサファリは結構違ったよね、感覚が全然。なんかどっちもやってるからこそ多分2人も分かると思うんだけど、アフリカのサファリだとサファリカーで自分たちが繰り出して、うん、その動物を追っていくわけでしょ、うんうんうん、でもインドの場合はシャッターチャンスだったり実際に動いてるところを見れたりするのは、うん、ほんの一瞬だから、うん、みんなのトラッカーさんとか、うん、カメラマンとか、うん、その観光客の人の熱意というか、うん、今しかないみたいな、うん、そうわちゃわちゃ、うん、それがそうだ、ね、ちょっと面白かった、面白かったね、今しかないみたいな、待ってたからこそのなんかうわーみたいなパニックだよね、そうで、しかもそれも長いわけじゃなくて、それまで一瞬で終わったりして確かに確かに、あれ終わっちゃったみたいな、それはなんかすごい違ったかな、独特なスタイルだよね。もう一つやっぱりあの世界観というか、うん、別の惑星のような、ね、鉱山だから道も違うし、空気も薄いから、なんかいつもの自分と動ける量も違うし、この山の上行った時のシーンとしてるのとか、あの滞在中の本当異次元というか別の世界な、あの全体が僕の中ではなんかすごい全くいつもと違う異次元の場所に来てるなっていうのは楽しかった。地球じゃないみたいだったよね、なんか、うん、どの角
角度見ても綺麗だったよね、360度。見たことない景色だもん。待ってる間も、うん、だから苦じゃないというか。苦じゃない。なんかよく見てたら、そこにブルーシートがいたりするし、うん、なんか生き物は実はあんなないように見えて、実はちょこちょこいて、なんかそのどこを見ても綺麗っていうのがすごかった。標高が高いからこそ、ちょっとまあ息、その自分の運動のキャパが下がってたって言ってたけど、実際うちは高山病はでも軽い方だったよ。軽い方、でも私は最初の、レイ、うん、あそこは 4500m、 こんな行って3000m。でも私はそこですでにちょっと頭が痛かった。レイで、うん、あれだよ、アメちゃんもらったところ、うん、そう、なんかアメちゃんもらったんですよ。なんかそれも YouTube 見てくださった方見たかもしれないんですけど、なんかあれよく分かんなかったんだけど、あれはなんか舐めるんじゃなくて吸うみたいな、その周りの空気とかって言ってたよね。なんかアメじゃないんじゃん。ちなみに私は開封しなかったんだけれども、うん、もうそれをカバンに入れたバッグ、うん、もう日本に行って開けたらもう匂いが、そうだね、その匂いだ、そのくらい結構強烈な匂いだったかな。あれが効くっていう、まあ、迷信なのか本当なのかわからないけれども、実際にやってみればよかった。ヒマラヤの町のところにラダックの空港に着いた時点でもう3000から3500ぐらいはあるから、そこで全く体を動かさないで鳴らす1日があるんですよ、うん、だからその日はもうホテルのご飯を食べて寝て過ごすだけのすごいぐうたらな1日を過ごすっていうのがもうあって、もうそこぐうたらしないとその後がすごく響いちゃうから、その実際に 4500m に行くときに何もしちゃいけない1日の時に、でも微妙に頭痛いみたいな感じです。その時はでも話しづらいぐらいだったかな。なんかいつものマシンガントークしにくいなみたいな。あ、でも相変わらず喋ってた。めっちゃ喋ってて。そう。実は私的にはマシンガントークできないな今日と思った。本当？スピードとか話す量減ってないよね。いや、減ってないと思う。数量倍だった多分でも。息継ぎは。うるさかったんじゃない？呼吸がね。でその後に実際車に乗って雪氷を見うるところまで移動していくんですけど、でそっちがウレっていう町で、村っていうかもう集落、家が5軒しかないような7軒とかあのところ集落で、そこはもう4000から4500ぐらい の高さで、そこはめっちゃ頭痛かった。起きた瞬間から頭痛いよね。ちょっと私手がなんかむくんだ感じがずっとしてた。寒さか高山病なのか、ちょっと手がむくんだ感じ、なんかくんでたよね、手。そしてもう 1.5 倍ぐらい。私のさ、うん、冷え性だから、そうかそうか、一応手袋はずっとつけてたけれども、私の場合はちょっと手が腫れたかな。着替えるだけでもさってなったよね、息ができなくて。あ、確かに着るもんも多いしね、そう、これ着てあれ着てこれ着てみたいな、アクティビティに行けなくなっちゃうほど高山病の影響を受けてたよね。あ、それはないね。なんかやっぱぐうたらな一日大切だったの、うん、でもなんかヒマラヤって聞くとすごく過酷って皆さん思うかもしれないんですけど、基本結構車移動だったよね。まあ一部歩いた時は結構大変だったけど、基本車が多いから、なんかみんながイメージするほどめっちゃ体丈夫ですフィットですっていう人じゃなくても来れるよね。実際とヒマラヤに行きますって言ってももう誰でも行ける、ね、そう、あの山登りみたいなイメージないんですよ、うん、雪山エベレストみたいな感じではなく、どちらかというと車で行ける範囲のところで行き場を探して、でまあちょっとハイキングみたいなアクティビティもやりたかったらありますぐらいな感じなので、うん、なんかそこは最初にその私がこのツアー行きたい人って周りに聞いてた時に、なんかいやそんな体力はみたいな方が多かったから、いやそんな実際行ってみていらなかったから、体力勝負です、ね、みたいな人である必要はない。忍耐勝負かな。そう、どっちかというと忍耐勝負、楽しく過ごせるかとか、うん、確かに体力的につらかったこと印象はないかも、うんうん、まあ、ハイキングとかのところだけちょっとだけ息上がったのか、うん、ハイキングはちょっと全然高齢の方でもいけるんじゃないかなっていう、なんか高山病に弱いかどうかはもうその人次第で行ってみないと分かんない世界だから、なのでぜひそこは皆さん行く前に怖がらず過ぎず来ていただいて大丈夫かなって思います。その水道を開けて歯磨きとかするための水は出てこないから、毎朝スタッフさんがあのお湯を持ってきてくれるんですよ。あれ革命的、大きな、重そうだったよね。大きなバケツがまず洗面所にあって、それが水なんですよ。でお湯、熱々のお湯をバケツに入れて持ってきてくれて、それをうまくミックスして自分の歯磨きだったり顔洗ったりシャワーに使うスタイルだよね。そう、なかなかそれが難しくて塩梅がツーとか、ね、私は結構だから冷たいか あっちってなるかどっちかしか確かにあれ結構難しいよね。あ、しかも2人の部屋さ、最初行ったら凍ってたとか言ってなかった？お湯の方からの凍ってた、水の凍ってたもん。救おうと思ったら水面がもうパリンみたいな。でもあの最初に朝起きて、まず5時ぐらいにノックノックみたいな起こしてくれるんで、まずその時に起こされて持ってきてくれる時のあのお湯の噛み具合、
人生生きててよかったって思うぐらいさ、あったかいよね。チャイとお湯持ってきてくるんでね。チャイ一杯とバケツ一杯のお湯持ってきてくれて、あれよかったよね。あれなんかチャイなかったら起きれてないかも私。それであんな寒いところでとかいう体と頭がパッと開けて、確かに確かにそうだね。不思議な世界線だったな。あとそれで言うとベッドに湯たんぽ入れてくれてたの。 あれ結構気持ちよかったよね。実は人生初湯たんぽ。それもすごい。そんなことある。そう、あと寒い中さ布団入ったら真っ赤いのすごいよね。それは本当に湯たんぽめっちゃ多用してる人生。サマンナ、それすごい。サマンナサマンナの冬だし絶対湯たんぽで一緒に寝てる。寒いんだ。寒い、まあもちろんヒマラヤほどじゃないけど、だからあれもありがたい。ちょっとやみつきになったあれは、うん、で、部屋自体はすごく清潔感がある綺麗な部屋です。私たちが泊まったのはスノーレパッドロッジっていう宿だったんですけど、お部屋すごい良かった。すごいバルコニーもあって綺麗だし、そんなぐらいかな、お部屋は紹介としては、うん、もちろん雪氷のその待ってる時間、その近くの集落があれば、その集落のあの手洗いを貸していただけることもあるし、でもその貸していただけるお手洗いもみんなが想像するトイレじゃないよね。あの覚えてる、あの黙々の湯気が立ってる穴だけ開いてるやつ。まあボットンメニューは下がため池な、ためになってないみたいな感じだよね。もう下にさ、ためになってないかな。そうじゃないかな。なんか2階建ての1階がもうなんかオープンスペースだよね。でそこの下から火でね、煙でね、動物の糞が燃えてる。なんかすごい簡易的な作りではあるんだけど、寒さと乾燥で匂いとかも全然不思議なことにね。でもさ湯気めっちゃあったよね。湯気は湯気上がってるんですよ、あそこ。でも臭くもないし、なんか虫が湧いてるわけでもないし、そうだね。まあ、そういう感じの土のところに穴だけ開いてて、1階にあの放出パターン の、うん、あの湯気が出てる臭くない自然の小屋、うん、トイレみたいなのがあるパターンもあれば、そういうの全くないエリアでももちろんあの待ち時間あるんですよ、雪氷出てくるための。その時はなんかちょうど良さそうな岩陰探したよね。でもさ、何せ景色的にすごいオープンなんですよ。なんか木がいっぱい生えてるわけじゃないから、サバンナみたいにあのブッシュの裏でやろうみたいな世界線はなくて、結構歩かなくちゃ隠れられなかったから、結構歩いた。そういうのためにもちょっと息切れてるんで、めっちゃ何百メートル歩いてもパッて後ろ見たら、遠くであのカメラをこうやって覗いてる人とか、双眼鏡になってる人がいるから、それやばいやばい。確かに確かに、視覚に入るのがちょっと大変だ。難しかったね、視覚探すの。あのウィンドウついて結構早々にあった大事件。でさ、私たちは3人並んで後部座席に座っていて、ちょうどこの並びだったね。そう、この並びだね。確かに。で、円形のやつあるじゃないですか。ここ回って信号がなくていうのやつって、ね、あれ一旦入る前に一時停止するのがルールじゃん。なのになぜか私たちのドライバーさんは一時停止せずに入っていって、多分こっちから来るやつが止まるっていう多分強気の気持ちでうちのドライバーさんは行ったんだけど、うちらはそれ見てて、え、来てるよ車って思って、でこっちも止まんなくて、え、来るよ来るよ来るよ、なんかそうみたいな、減速せずにさ、なんかあ、インドはこれぐらいじゃないと入れないのかな、大丈夫なのかなってこの辺まで思ってたよ、ね、でも、え、来てるよ来てるよ、え、ゴーダメじゃんみたいな、当たるんかい、そうじゃないんだ、でもみんなね、怪我、痛が口見とはしなかったのに、コーチをされるんですよね。てか見てたから体構えて、あれ見てなかったら結構バーンってなったかもしれないけど、来るぞ来るぞってなんか構えてたよね。リュウデン会社あれだったもんな、高級カメラをいかに守るか必死だったもん。200万のレンズ持つのから私は、しかもレンタル中の、うん、あれ大事だったよね。確かにそれで言うと、すぐに替えの車が来た時に早かった、あれは素晴らしいな、あのツアーを押すためだ感じで言うと、すぐ来てすぐ続けられたのはすごかったね、あれすごいなと、あれができる国ってなかなかないと思う。アフリカだったら数時間かかるよ絶対、ほんとっていう感じで、でも基本やっぱインドは荒いよね運転、うん、あのしかもデリーの方は特に、うん、結構カオスだよね、もうみんな線関係ないじゃん、うん、関係なくわーって、しかもプップってみんなとりあえずやるじゃん、そうね、行きますよみたいな、通りますよっていう意思表示でみんなプップってやるから、あと あっちで急に雪氷出たぞの時のうわーっていう移動、そう、そこもう下崖、何百メートルの崖でレールガードレールもないない、ちょっとなんか間違えたら普通に飛んできそうなところを、本当に遠心力でじゃあこんなにぐらいの、私ちょっと覚悟してたよ、この難しいね、もしこれで何かあった時はみたいな、この3人か、そう、私はもう車酔いだったからめっちゃ酔ってた、車酔いだったね、運転したの笑ってたよね、はっはっはみたいな、でもあれ雪の時とかこういう時にあそこ運転してるのすごいよね、すごいと思う、すごい、やっぱ
そういう技術がね、ついてるのかね。うちらも何せその信じてて一旦ぶつかるって経験を最初にしちゃってたから、うん、ちょっとドキドキしちゃったけど、うん、多分まあ彼らはすごい慣れてる、あの山道運転してるので。雪昇がいるところは少し雪深くてっていうイメージだった、固定概念だったから、最初アイゼンも持って動かないんだよね。あともう何時もあと20ぐらい着ていった方がいいんじゃないかと思ったんだけれども、うん、雪氷にとってはいいのか悪いのか、今地球の中で、うん、雪が少ないっていうことで、うん、それをまあ使わずに済んだから、うんうん、結構雪山装備はしなくていいか、うん、なんて言えばいい、まあ、時期によるからそれ難しいけど、そうなんです。なんか気候変動によっていつもだったらこの時期結構雪降ってるんだけどっていう時期に行ったら全然降ってなくて、で本当は降ってるのがベストなんです。降ってるとやっぱ草木が雪に埋もるから、そういうブルーシープとかも下に草を食べに山から降りてきて、それを食べに雪氷も降りてきて超近くで群れますっていうのが雪の時期だから、それを狙っていってるんですけど、だいたい雪氷冬のツアーは。ただ今回は全然降ってなくて、溶けてちゃいけないはずのところが溶け始めて土砂崩れが起きてたりとかって言ってたよね。変化は出てるみたいでした、現地で。あとあれだよね、雪が降んないからこの夏田んぼとかに使う水は減っちゃうだろうね、うんうん、今のテーマ多いけど、うん、夏少なくなっちゃうからね、うんうん、そういう変化は出てたおかげというかせい で、あのまあそういう雪用のグッズは登場する場面私たちはなかったです、うん、私薄いダウンジャケットだから厚めのダウン2枚できますよ、うん、中はヒートテック。私はね、そうだ、パタゴニアのフリースの上になんかダウン着てると思うんですけど、ぜひ皆さんあの全部紹介してるんで、私のそこ見ていただいて、逆にみんな持っていかなくてよかったな、まあアイゼン持っていかなくてよかったな、グッズだったかもしれないけど、持っていかなくてよかったら北海道、北海道いっぱい使った、まあそれはね寒かったらやかもしれないけど、あんま使わなかったよね、うん、私多分使ってない、一本使ってない、うんうん、確かに北海道あんま使わなかった。あと僕は結構多めに持ってきすぎちゃって、ズボン二重になるようにってあったらベターかもって書いてあるんだけど、うん、1個しか使わなかったズボンもそうかな、うん、か気温がね、そう、暖かかった。あとあったらいいのは手袋を二重にしてってたんですけど、結構カメラとか携帯使うときに指先が必要なことがあって、指がすぐ出るグローブにしとけばよかったなって、うん、それは思った。私それ思って最初にそうなんだろうなと思って、わざわざ iPhone とかタッチパネル触れる手袋買ってたんですよ、うん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 、なのにそう、もうやっぱりそれでも触りづらい機材は、そうだね、で全然うまく取れなくて、しかもさ、もうそんな何時間待って出てくる雪の瞬間逃せないじゃん、そのために。だからもう結局撮ってやってたからめっちゃ寒かった。あの今これだけ聞いてると全然寒くないんだと思ってるかもしれないですけど、機体より寒くなかっただけで、え、手とかもう感覚なかったよね、うん、その素手でやってる間は、うん、出してきてなかった、そうだ、なかったよ、だから痛くないイメージの方が、基本はだってマイナス、全然マイナスの世界です、20とかだね、ただその雪の量が少ないっていうだけで、うん、寒いは寒いです。そうそう、まあ僕らから見たらめっちゃ寒かった、しかも鉄のカメラとかを、いや寒かった、あの時は寒かったんで、まあ、確かにここだけ出てるやついいね、そしたら全部剥がさない、うん、ここだけ犠牲にして、うん、とかその触る時だけパッてね、あの出せたら、その以外は温められるから、それいいな。アフリカのサファリ車で行くと結構動物の近くまで行けるから、うん、iPhone とか撮れたんじゃないですか。でもヒマラヤすごい遠かったから、双眼鏡みたいに設置してそこからこうやって頑張って携帯で撮ってたじゃん、うんうん、あれをもうずっと固定してくれる器具持ってったらいい、うん、売ってるよね多分、そうそう、それ、うん、売ってる売ってる売ってる、あれがあればなんかみんなこう手触れながらこっちじゃないこっちじゃないってやつだけど、一、ね、人だけお姉さん持ってきてた人だよね、うんうん、固定のあれ持っていくともしかしたら便利かもしれないですね、うん、そうだね、うん、それはこの、あと乾燥やばかったね、あ、やばかった、なんかあのちゃんとすごい超高級なハンドクリームが欲しかった、私欲しかった、うん、あとディップとか、そう、一応なんかホテルに行ったらホテルにすでにその乾燥防止のリップクロスみたいなのを置いてくれてるんだけど、うん、全部使い切った、私、あ、そう、あれでも良かったよね、良かった、手、あ、あと手が意外に乾燥する、うんうん、そう、あと多分焼けてはいるから、火は強いから、ね、山の上で焼けてるし乾燥してるからで結構コンディション悪かったよね、コンディション悪かった、なのでぜひ皆さん女子は保湿のものを、保湿、男子も保湿大事です。男子も保湿大事です。確かに保湿が一番だったかも、今回で一番。うん、まあ、インドだから辛いもの多いは多かったかな。多かった。あれは多かったよね。自分で摂取しないとこと思えれば調整できるよ、うんうん、そうね。私たちが対応したどっちは、ご飯をこうやってあんのところに持ってくれるスタイルなんですよ。なので、ちょっとだけにしてとか、あ、もう大丈夫ですとか言えるんで、調整できたよね。そうそうそう、料理自体が全部辛いというよりかは辛い添え物、唐辛子とかがあってみんなそれをかじりながら口の中で調整してるって感じだったから、それさえ手を出さなければ結構辛いのダメな人でも大丈夫かもしれない。もうなんかえげつないやつは結構バルーンに
食べさせられてたよね、笑ってたけど、結構食べさせてくれたんだと思ってたんだけど、しびれる。そうだよね、マジしてたもんね、そこ。痛いレベルってこと？痛い。もうそこまで行くと美味しさわかんないよね。それに順応してるあの現地の方たち、すごいよね。食べてるもんね、普通にポリポリ。私はちょっと無理だったかな。現地の方がこれ大丈夫だよ、そんな辛くないよは本当信じようもしないもんね。だから辛いって聞くのが愚問なんだよ。愚問だ、そうだね。タイだから見たら辛くないんだもんね、もうね。Not so much ってもう固定文で書いてくるじゃん、毎回。そう。確かに。でもなんか全然 not so much じゃないんだよね。結構 too much に辛いじゃん。なんか死んじゃうんだよね。そう。それ not so much なのかと思って食べちゃうと。トライしたいもんね。なんか初めてのものだしね。であと韓国料理が出たのが YouTube でも映ったと思うんですけど、あれもなんかなんで日もらえない韓国料理って思ったのって面白いかもしれないんですけど、あれはもともとあのロッジで働いてるシェフの方が、まあ、冬はそういう雪氷のお客様のためにロッジに来てて、で夏は本当の職業は韓国料理屋さんというかそのアジア料理屋さんで働いてるシェフの方だそうで、韓国料理が得意な分野だから、その冬の間の第二の職業としてロッジに来てシェフやってる時もその得意料理を振る舞ってくれたっていう感じで、でも嬉しかったよね。まさかヒマラヤで韓国料理だと。お醤油も一緒に出てきた。お醤油出てきたの最高に嬉しかったし、スープ最初のあれめっちゃ美味しかった。全部美味しかった。美味しかった。ご飯は美味しいです。日本人の人多分結構口に合うと、美味しかった。そうか、辛いものをうまく自分で避けれれば、辛いもの得意じゃない人でも楽しめるの。YouTube に入れきれてなかったかなって思うシーンで言うと、あの実は今回の旅の中でその雪氷の保護活動の第一人者みたいな重鎮みたいな雪氷保護活動会重鎮の方と実はお会いしていて、で彼がもともと私たちが行ったエリアのエコツーリズムを始めた人でもあって、なんかもともとそれこそ、まあ、雪氷を守んなくちゃとか狼守んなくちゃ自然守んなくちゃっていうなっていても、やっぱ守っていくためにはなんかその動物がいること自体にちゃんと価値が出ていなかったらその動物を守ろうとなんないところで、うまく そこに住んで暮らしている人たち、冬の間ってあんまお仕事がなくて、夏の間は工作とかですごく忙しいんですけど、冬は逆にあんまりそういった収入が少なくなっちゃうとか収穫できるものも少なくなっちゃう時期だから、その時期を利用してその雪氷を見に来る冬の時期にホームステイを始めたりしていて、でホームステイでその地域のお家に泊まってお金払ってもらって、で文化も経験してもらって食事も経験してもらってって、あ、まあ、両者ウィンウィン、その現地の人にもお金が入るし、旅行客としてもすごくオーセンティックというか、なんか本当の現地の暮らしを体験できるホームステイだから、まずやっぱヒマラヤの 4000m のところに集落があるんだ、お家があるんだってことも衝撃じゃん。で見てもどうやって暮らしてるのか分かんないじゃん、なんかすごいなって思うじゃん、自分だと自信がないから。そう、どうやって日々暮らしてるんだろうって、自分がそこにいても納得しきれないというかすごいなって思うのを実際ホームステイして体験できるみたいなツアーもあって、でそういうのがどんどんエコツリズムが始まっていって、今はそのホームステイしていたお家をさらに進化させて、もう私たちが泊まったようなロッジに実はなっていて、でだからあのエリアは点々とそういったホームステイをしているお家だったりロッジがあるようなそのエコツリズムのために進化していった集落になっていて、でやっぱりでも問題はあって、そこに家畜がやっぱ人が住んでれば家畜はいるので、その家畜が雪氷が来た時にやっぱり簡単な餌ってことで、まあ、過酷なあのヒマラヤの崖の中でブルーシープを追いかけて怪我しながらもう命かながら仕留めるより、そこにポワッといる羊とかヤギとかを食べた方がやっぱ簡単だから、で家畜を食べてしまう、で、まあ、現地の そういう自給自足の生活をしている現地の人からしたらそれは生活に関わってくるすごく大切な問題だから、その雪氷を殺してしまうみたいな、そのやっぱ野生動物と人間の軋轢っていうのはそのヒマラヤでも起きていて、まあ、サバンナでこれ話すトピックなんですけど、同じような構図でヒマラヤでも起きていて、だから狼とかヒマラヤは彼らからすると敵っていう存在になってしまっていて、復讐として殺してしまったりみたいなこともあったけど、実はそうじゃなくて収入源を持ってくるための存在なんだよっていう風にうまくそういうエコツリズムを活用していったり、あとはそもそも雪氷や狼が家畜を食べちゃわないように工夫していこうっていうので、ヤギたちの小屋の上に屋根とかをつけてました。あれ見てちゃんと針金がついて、その活動を始めたのがその私たちがお会いした重鎮の方で、なんかその方のお話だとやっぱり屋根がないと簡単に入れちゃうけど、あの金網で屋根つければ入りにくくなって被害は一気に減ったっていう風に言ってたから、まあ、多分全部の集落であれがまだつけられてるわけではないと思うけど、結構いい効果は出てきているっていう風に言ってて、あとはその後にあのポッドキャストでも放送してたんですけど、あの雪氷の研究者の方ともお話をしていて、
その方の話を聞いているとやっぱりエリアによって全然違う、うん、まあ、その私たちが行ったラダックはどちらかというと距離が近いエリア、そういうやっぱり狼が来ちゃったりヒョウが来ちゃったりするからそういう屋根がつけなくちゃいけないみたいなエリアもあればそうじゃないエリアもあったり、なんか逆に私たちの行ったエリアは見やすいエリア、なんかネパールの方とか行くとやっぱりもうちょっと探すのが大変みたいなことは言ってたかな、うん、その集落とユキヒョウがいるところがそんなに近くないというか、うん、だからやっぱ場所によって全然問題も違うし、地域によっては野良犬が増えすぎて野生化してしまって野生の中で生きているユキヒョウの獲物を横取りしちゃうとかユキヒョウに圧をかけちゃうみたいな、その野犬増えすぎ問題みたいなのもあったりとかするみたいで、実際で映像で私たち見たよ、ドキュメンタリーでなんかロッジでドキュメンタリーで放送してくれるんですけど、そのいわゆるマスティフみたいな見た目の野犬もいたら、あの私たちが街で見たようななんかミックスそうな犬の種類が群れになってユキヒョウを襲ってるみたいな動画もあったりとかして、だからまあいろんな地域によって少しずつ違う問題が起きてるからこそ解決策も一つじゃないし、なんか全てなんかこれやったからみたいな解決するみたいなシンプルな話ではないのが大前提だとは思うんですけど、まあでもきっとどこの地域にしてもちゃんとエコツーリズムがその自然に負荷をかけない形でなるべく観光ができていて、人が来てそこへお金を落としてちゃんとこの自然を守ること、動物を守ることで自分たちにお金が入るっていう、うまくそのコミュニティとそのサファリというかそのツアー側の連携が取れてるといいパターンではあるんだろうなっていうのは、どこのエリアでも共通していることなのかなっていう、そういう現地の問題を学びたいっていう方がいらっしゃったり、まあ、シンプルにヒマラヤの世界見てみたいとか、この超レアな猫科の動物ですね、ユキヒョウを見てみたいとかいう野望を持ってる方がいらっしゃったら、ぜひぜひ来ていただきたいなと思うし、結構現地に住んでる方もそういう問題知ってほしいっていう思いを強い感じたから、そういうドキュメンタリーとかも流してくれるし、そういう重鎮の方もわざわざ出てきてくれて私たちも話してくれたりとかしたから、ぜひぜひ皆さんも学べるし楽しめるし、間違い苦手な方はあれかもしれないけど待ち時間、ああそう、その待ち時間待つゲームだから結構ユキヒョウ探すのは、待ってる間も楽しめるマインドでぜひ来てください皆さん僕はすごい環境保護とか動物とか自然を守っていくところ興味が強いので、かけるビジネスの興味が強いので、これだけ影響減っちゃってる中でコミュニティの人がどうやってそこに関わって守ろうとしているのか、過去50年7割ぐらいの野生動物減っちゃったっていう中で、それをこう伸ばせるかどうかを、ああいうコミュニティすごいみんな頑張ってリアルタイムでそれ見れてるすごい幸せなことだなと思って、これが10年後20年後に戻ってみて、あ、これうまくいったんだねをまさに見れるチャンスなので、ぜひ見てください。最高だと思います。アフリカのサファリツアーと違って結構待ち時間が長いから、そこを待ち時間勝負だという話なんですけど、インドの例の場合は動物もそうだし、そこ独自の文化だとか、そんなところに人が住んでるという、その想像を絶するそういう環境っていうのを車で見ながら、その現地まで実際にユキヒョウにいるところまでたどり着いたりするので、実際の待ち時間も結構その、ここにどうやって人が暮らしてるんだろうとか、まあ、かつてここにシルクロードがあったのかとか、そういうなんか思いを馳せる時間が結構あったから、だからその待ち時間も結構楽しめると思います、まあ、贅沢な時間だよね。そう、待って嫌だなとか暇だなって感じしたかったよね。そうそう、なんかやっぱみんなすごい観光客に見えるかもよね、優しい。今後もこのユキヒョウツアーやっていきたいなとは思っているし、ユキヒョウだけじゃなくあのトラも見に行っていて、それもぜひ動画になっているので、それもぜひぜひ見てもらいたくて、またジャングルと生まれる全く違う世界でサファリが広がっていたので、今後まだ時期は決まってないんですけど、ユキヒョウの場合は間違いなくあの、まあ、冬というか1月から2月あたりを目指しているのではないかなと思うので、できれば来年やりたいなと思っているので、ぜひぜひ私のインスタをチェックしていてもらえればなと思います。では最後まで見てくださってありがとうございました。またねー、それ最後まで動画を見てくださってありがとうございました。不定期的にツアーの募集はインスタグラムやホームページから行っているので、もしよかったらフォローしてみてください。そして Spotify や Amazon Music ではサバンナについてのポッドキャストも配信しているので、もしよかったらこちらも聞いてみてください。ゆかんサファリのチャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは次回のゆかんサファリをお楽しみに。